じゃあ次は女キャラ相手の時のエアバの入れ方ですね。ちょっとさっきのグラさんのパターンでやってみます。ちょっと当たり方がね変わるんですね。キックこの後この全部入れますね。この前段ヒットが入る時があるんですけど、たまに浮いて入らない時があります。今のは綺麗に入ったらいいなんですけど、ここいろいろ大変なんですね。でこのキャラとかがしゃがんだりとかした時もそうなんですけど、今の見ました、これこれこのキャラですね、たまに当たらないんですね。これ見ました、このこれあのキャラがしゃがんだり浮いたりする時のこのしゃがんでる時にやると当たんないんですね。これこの辺までいけば当たるんですけど、たまにこの距離で当たんない時あります。特にこのしゃがんでる時、これ当たんないことがあるので、できれば対アキラ戦、特に天宮さん戦ですかねの時は絶対こっちを対応した方がいいです。ただ弱で締める時にこうなっちゃうと基本的に当たらないのと、当たっちゃった場合この後繋がんないんですね、他の技。まあこういうのができたりもするんですけど、もうこうするしかないです、ビンタしかないです。弱2発目が蹴りだった場合、もしくはしゃがみパンチだった場合ですね、他に繋がる攻撃はないんですよ、ナッツンは。なのでなんかこういう風にいっちゃったらもうこういくしかないんです。立ち強キックが2発目出た時のみこの強パンチが出るんですけど、これもあんまりリスクが高いのでちょっとリターンがよろしくないので、あんまり使うこともお勧めしないです。これ狙うならありなんですけどね、ちょっとあんまりお勧めできません。まあ基本的にアキラと戦ったりとかするのは、特に天宮さん戦などは一回こういう風に使っちゃったりしようもんならもういつ刺されてもおかしくないので、こんなことやっちゃったら、でこれも当たんないのでこれも小足で刺されます。そんな時のためにあのこういうコンボですね、こういうコンボを覚えておくといいですね。でそしたらあとはグラさんのやり方、これがやるだけでもねかなり楽になるんで、これだけでも80はいくんでかなり美味しいです。でこの場合の自分のやり方になるんですけど、まあ自分のやり方だとこっちですね、これも変わんないです。男でも女でもこのフルヒットは変わんないので、基本ダメージ90、今92ですね、92ダメージはほぼ確実に持ってきます。立ちからでもいいんですけど、この一発目見せると結構ややこしいんですよね。こうたまにあと2回目の当てが深いとこうなったりしますね、今みたいな感じ。このミスがあった時はもう即座に修正かけるしかないんですけど、ミスりました。